はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第67弾やっていきましょうで今回ね問題7もありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれではいつも通りね画面下げますのでお待ちくださいよ タップ、トップ。ヌメ、ヌメ。<laughs> オッケーオッケー。<laughs> よし、やっていきましょう。あ、そう、ええ、で、今回久しぶりにですね、あのー。タイトルのところに、丸派四分九秒って、自分がね、解いた時間を一応、書いてあります。で、これ、あの、最近なかったんですよ。で、なんでなくなっちゃったんですかって言われてたんですけど、これなくなった理由と、今回が一応。書いた理由もある、概要欄に載せておくのって、気になる方はね、そこで見てみてください。 ではまず一番から参りましょうで今回も簡単な計算問題ほとんど覗いてありますで一番こいつね見たときにさて、えー、因数分解できないかなって考えるわけです例えばここがね、えー、と足してプラス3かけてマイナス1のコンビを探すんですけどちなみにもう後ろのこの部分ここが1とか、まあ、プラス1とかマイナス1になっているときは、まあ、ほぼほぼ解の公式になります因数分解できるパターンがすごく少ないので ま、できる時もあるんだよ。あるけどね。なので、これは解の公式です。で、解の公式は、今回は書いておきましょう。いきます。えー、x イコール、えー、2a 分の、マイナス b、プラスマイナス、ルート、b の2乗、マイナス 4ac。あの、呪文のやつね。解の公式。まあ、これを使えば、一発で解けますと。 で ABC それぞれ何かっていうとここの数字ですまあ1が隠れてるんでこれが A+3 が B-1 が C ですじゃあ当てはめていきましょう 2A 分のなんで2かける1で2分のマイナス b だから3にマイナスをつけてマイナス3プラスマイナスルート b 乗マイナス4 a c b の2乗なんでサザンが9。 マイナス 4AC だからマイナス 4×1× マイナス1ということでプラス4ですね。ってことで足したら √13。ねしつこいですけど√ルートの中身は絶対チェックをする癖をつけてね。でルート √13 ホにャらラ√ほにゃららみたいに直せるかなって考えるんだけど直せないのでこの問題はこれで正解となります。ではではまずじゃまずじゃないや2番ねいきましょう。 まあルートの計算です。で割り算と引き算があるので、まあ、ルートだけじゃなくて普通のね計算のルールと同じように割り算が先になります。だここね。で、まあ、自分よくねルートを計算始める前にほにゃららルートほにゃららに直せるのはやっちゃってもいいよって話をするんです。でもちろんこれやってもいいんですけどどっちでもいいですここに関しては。なぜかっていうと 24÷3 すぐできるからこれルート8ってわかるからそこからやった方が早いかもしれないね。 なん今回それで行きましょうか。ルートの中身 24÷3 をすると8なので、これがルート8になります。ルート8ね。でもルート8って、8が 4×2 なんで2、2ルート2に直せます。4が2の2乗だから、その2の2乗のやつが1個2が出てくる。で、出てきたんだよね。でも 4×2 のこの右側の2は出てこれないから、ルートの中に居残りだと。で、もともとある引くルート2。 でルートは中身が揃ってしまえば引き算もしくは足し算はすることができるのでここも1が隠れてると見ると2引く1だから1が残るだから1ルート2なんだよねでもルートの前の1は書かないのでルート2が正解だとまあこんな感じですでこの辺からちょっと難易度が上がっていきますで3番はまずこれね y=x イコール分の3と見た時にあ 反比例だなと気づくようにしてくださいこれ反比例ですこいつ反比例で反比例っていうのは y イコール x 分の a これ覚えてね反比例これですであこいつ反比例だとで一応グラフを書いてみるとえー、っとまあここでいっか a の部分が今ごめんなさい三なんでプラスの数ですね プラスの数なので、右上のところのカーブ、そして左下のところのカーブ。このセットになります。グラフを書くと、反比例ね。もし、これが y、y コール、マイナス、x 分の3みたいな。つまり、a の部分がマイナス3みたいな。マイナスになったときは、左上と右下に、グラフがやってきますと。で、グラフが分かったから、あとは、x が1から6なんでしょじゃあ、1の場所。ちょっとね、グラフちっちゃくてごめんなさいね。 1>, 1から6。そっから、ま、打ち上げます。ぶつけたいんで。打ち上げ花火を上げましょうと。で、2つ打ち上げ花火を上げたら、その間の部分だけグラフを使うと。だから他はもう消しゴムで消しちゃってもいいです。今回に関しては。使わないからね。変域が決まってるんで。で、x が1の時、ね、1。つまりここに1を入れます。そうすると、y は1分の3だから、ここは3です。ちょっとグラフおかしくなってるけど気にしないで。 じゃあ6の時はあって、X、に6を入れると6分の3だよね6分の3って約分すると2分の1です1 2分の1でもちろんここまでしっかり書かなくてもいいんだけどこの変域っていうのは、y、のね変域求めろって言われたらどんな関数でもいい比例だろうが反比例だろうが1次関数だろうが2次関数だろうがどんなやつでも一番高いところと一番低いところいくつですかって引かれてる変域はねだからこれ グラフ見た時に一番高いところはこの3だよね。ここだから。で一番低いところはここです。二分の一です。だからあとはそれを書くだけ。y って書いてこれで挟んで一番低いところが下左だよ。つまり二分の一そしてこっちが3です。これで終了となります。で、えっ、ー、と気をつけなきゃみ、えー、といけないミス。まあ、この問題作った人がおそらく1個ね えっと、仕掛けようとしてる罠に関してぜひね、把握しといてください。何かっていうと、まあ、これ見た時にさ、グラフを書かないで、もう代入しちゃえばいいやっていう方は絶対にいます。つまり、X が1と6だから、え、1入れたら、1を入れたらさ、3でしょ ?Y は。で、6を入れたら、2分の1になったじゃん。そのまんま書くんだよ。3から2分の1ってね。いや、これマジでやるから、このミス。 結構うっかりミスで。気をつけてください。多分それは1個の罠として仕掛けられてると思う。今回の問題に関してはね。いいかな。必ず左側に小少ない数字、小さい数字で、右側に大きい数字、高いところね。を置くようにしてください。では、4番でございます。えっ、ー、と、X 前の空の封筒いい。封筒がね、X 前あると。で、そこに Y 本の鉛筆があるんだよ。全部で Y 本ね。あって、で封筒の中に鉛筆を4本ずつ。 入れると8本足らんと。で、3本ずつ入れると12本余ると。その時に、えっ、ー、と、X は両方求めなさい。で、これは、まあ、両方どっちかやっても構わないんですけど、多分余る方がやりやすくって、えっと、イメージしてね、一応書くか。え、封筒がありますと。これ封筒です。異論は認めません。<laughs> 封筒ね。で、ここに3本ずつ入れていくわけよ。鉛筆をこうやって。で、全部で封筒 X 個あるから、 鉛筆何本になるかっていうとこれ x 個あ,、ね、あるとしたら 3x でしょ ?xx 枚の封筒に3ずつ入れていくから。いいってことはここは 3x なわけよ。3ずつ入れるとね。で入れた後に鉛筆がまださこっちに12本余ってるわけ全部書かないけど12本。ってことは鉛筆全体で何本って言われたら 3x に配った鉛筆と余った12分12分って12本だから余ってるから足し算しますよね。 当然。だから、3本ずつ入れると12本余るっていうのはこう置けるんです。で、これが何かっていうと、これ鉛筆の数ね。つまり、y です、これ。イコール y。鉛筆の数をこうやって文字で使っておくと、3x プラス12になりましたって言ってる。じゃあ、同じように、4本ずつ入れると8本足らないというときは、え 4x だね。4本ずつ入れるから。ただ、8本足らんから、こっちは8引きましょうって。 でも何表してるかっていうと、こっちも同じように鉛筆の数を表し、表し、ましたけど何かっていう。で、なんでこんなことやったかっていうと、両方とも鉛筆の数 y で置きましたよね。ってことは当然 4x-8 と 3x プラス12は同じものですよねって。じゃあ同じものなら式イコールでいいじゃないですか。っていうので、こうやって式を作ってこれで完成です。 あとは 3x こっちに持ってきて、マイナス8を向こうに持っていくと、x イコール20となります。つまり、えっと、封筒は20枚ありましたって。まあ今回ね、xy の値求めようだからこれでいいね。書き方としては。x イコール20。で、忘れちゃいけない y です。y はどうするかっていうと、今両方ともね、y イコールこれ、y イコールこれになってるから、どっちに代入してもいいです。じゃあ下に行きましょうか。えっと、x。 20入れると 3×20 なんで 60+12 するから y は72とこれで終了となります。まあ上にね x のとこに20入れても80-8だから72になるとつまりやってることはまあ連立方程式やってるだけなんだけどねいいかこんな感じで求めてくださいあのよくほにゃららずつやると何本余るとかいくつ余るっていう時余るは基本的に足し算ですこうやって。 で足らないとかいう時には不足してるみたいな時はマイナスを使うとこうやって式が完成できますのでいいかな覚えておいてもらえたらと思いますで5番ですねまあいい問題でございます台形があるのね台形で上が上底2で仮定が5ですとでこの時に、えっと、EF ここも平行にね横に線引いてるんですけどこいつのここねこの長さ求めたいんですここで、X、って置いときましょうか で、これ何がいいかっていうと、まあ掃除を使うんですよ。掃除ね。を使っていくんですが、掃除で有名な図形、覚えてほしい図形は、アポロと草、草時計じゃない。ごめん、砂時計よ。アポロと砂時計と蝶々です。に、アポロ、砂時計、蝶々。もちろん他もありますけど、まずこの3つは絶対に押さえてほしい。で、アポロは何かっていうと、書くとこあるかな。アポロって書いとこう。今回隙間あるから。アポロ。 アポロっておかかかしい分かるかななみんなこういうやつよこういう形三角形の中にちっちゃい三角こう平行するんだよ平行にねこれよくアポロって自分言うんですけどこの形が出てきたら掃除ですこの上のちっちゃいねところと大きい三角形は絶対になるとで次砂時計ちょ砂にしとくね砂時計はこの形ですここ平行ね そうした時に上のちっちゃい三角形と下のちっちゃい三角形は絶対に相似になります。で、リボンっていうのは、ちょっとリボンでいいこれを横にしただけです。こういうやつ。こことここが平行になってれば左の三角形、右の三角形は必ず相似になります。いいつまり、もちろん今回の問題だけじゃないんですけど、相似を使いそうだなっていう時に、 アポロの形ないかな砂時計の形ないかなっていうのはやっぱり探す癖をつけた方がいいです、まあ、リボンも含めてね、まあ、リボンはね砂時計横にしただけですけどで今回、えー、と解き方というかアプローチの仕方は何パターンかあって、まあ、自分が紹介するのは1つだけになりますけど、まあ、この形を見た時にね自分が思うことはまずこの X 求めたいんだったらここ使うよなって思うんですここここですもちろんこの上からの細長い方でもいいんですけどちょっとこっちの方が見やすいのでアポロじゃんこれ アポロでしょってことは <laughs> あこのアポロ使いたいなと思うわけですでアポロを使ってここの x を出したいしかもここ対応するとこに5が出てるからおやおや x 対5いけるやないかいって思うわけじゃああと何が欲しいかっていうとここ対ここもしくはここ対ここですねその横の部分の掃除費 辺の比が分かればあ式作れんじゃんって思うじゃあどっちかいけねえかなって思うわけよそうしたらですねこの問題何がいいかっていうとアポロと砂時計両方使えるんですよ砂時計がですねここにいるんですここ砂時計ありやないかいっつってだからこれね台形なんで上と上底と下底は当然平行ですだからこの上のちっちゃい三角形と下の大きい三角形は相似になってるしかも 2センチと5センチ書いてくれてるから掃除費が2:5って決定するんですよ。ってことはってことはここも2:5だしここもちょっと汚くなってごめんね2:5なことが分かるんです掃除だからここだよ。2対5ね でさっきも言ったように結局アポロの形で辺の比をね掃除比を使って式を立てたいわけですだからこの上のちっちゃい三角形とでっかい三角形を見た時ちょっと書き出そうかせっかくだしねちっちゃい三角形とでっかい三角形ね下は x 対5ここです x 対5になってるで今ここですここ頑張ってやりたいここでここは今この部分は2って分かったから2です じゃあここの部分でどこかっていうとここね全部だよ下だけじゃないからね全部でもわかるんだこれなぜなら2と5でしょ上が2で下が5つまりここ7だから足したら比で言うとね2ンチ7センって分かったわけじゃないよ比が 2, 2対7なの今。ってことはあとはもうこの比が分か掃除比が分かってるから式を立てましょうつまり x 対5。 ね、x 対5イコール2対7ってできるから2対7と。よいしょ。で、そう、えっ、ー、と、掃除比じゃない。えー、なんだ。比例式だ。こういう比例式っていうのは、中、中、外、外。まあ、もしくはどっちも順番どっちでもいいんだけど、外、外、中、中で掛け算するのがルールです。だから、外、外から行きましょう。掛け算すると、7x イコール中、中5に10でこう。 で x イコール7で割ると割り切れないからねこのままいきましょう7分の10でこれで終了となりますいいね掃除が出てきたまあ、掃除使うやろうなって思った時はアポロもしくは砂時計リボンこれがまず見つけられるようになったらかなり強くなる掃除に関してはいいかなこの3つぜひ覚えておいてくださいさああと2問ですね次、えー、確率ですこれちょっと珍しいなと思ってね 珍しいんですよ。何が珍しいかっていうと、まあ、大小2つのサイコロもいつもです。いつも。で、大小2つのサイコロポーンって投げますと、分母いくつですかって、これも覚えてね。大小2つのサイコロは36です。なぜなら1個のサイコロが6だから、6×6 で36になります。間違っても6足す6の12ってしないように。いいね。で、いつもはね、いつもは受験全部書くなよって。で、該当するもの、今回だったら A×B が25以下になるもの全部書いて、 それでいくつって。それが例えばどう5個あったら36分の5ですよねみたいな。でやっていくんですけど、これ例えばやっていこうとするじゃん。いくよ。じゃあ左側の数字を A にしますね。A。えっと、かけて25以下でしょこれ全部だねっていう。1×1、1×2、1×6 まで25以下になる。これ全部か。まあ全部の時俺6個とか書いちゃうんだけど、ずるして。時間めんどくさいからね。じゃあ2の時どうだろうってい。 2の時も6個じゃねってなってくの。もう3の時も6個なんよ。っていうか、だってかけて36マックスでしょ。25以下の方がほとんどそれになるわけ。珍しいんだよね。もちろんこうやって全部書いていってもいいです。書いててもいいんですけど、もしね、みんながその受験の時にはティッシュがねえわ。出てきた時に、あれ、ちょっと多そうだなと思ったら、時間短縮のために、じゃあ、これに当てはまらない方。 で今回は当てはまらん。方だけ数えてみようかなっていうのもありです。あり。今回はそれでやらせてください。つまり当てはまらないやつね。探していきます。25以下にならない。つまり26以上です。書いとこう。26以上のやつないかなーって。1の時、1個もならないね。2の時、かけて26、12マックスだからならない。 3の時はサブ618マックスならんお前もか4の時4624惜しいんだけどならないんだよねじゃあ5の時この辺から来そうだね、えー、51が552535ってなって5525はまだ入らないでも5630で初めて当てはまらないゾーンにやってきます次6の時6424まではあれなんだけど6530と6636この2つがえ26以上になりますと。 つまりこの3パターンはダメなんだよ。この答えとしてね当てはまらない。つまり3つが当てはまらないっていうことは<え>ことは、全部で36種類しかないんだからあじゃあ当てはまるのは33だねって思うわけ。36から3を引いて33って。だから答えとしてはこっちでいいか。36分の33。 でこれ3で約分できるから12分の11っていうかなり珍しいです確率の数としてかなり大きい方なんだけどっていうふうに出すことができますまあ本当はねちょっとかっこよく解くんだったらこれ3つあったじゃないですか,か当てはまらない確率はさ36分の 3, 3なわけよ3つだからこれ約分するとさ12分の1なのねで確率っていうのは全体で1です100%が1なのね だから100%のこれ確保にしとこうか1から当てはまらない確率12分の1を引き算すると同じように12分の11っていうふうになります。こちの方が多分ちゃんとした解き方としては合ってるんだけれども、まあ、こうやって普通にね当てはまるやつ多そうだな面倒くさそうだなじゃあ当てはまらない方を数えて全体の36から引き算するのもありだなっていうやり方アプローチの仕方があることはぜひね覚えておいてください。はい よしじゃあ最後作図でバシッと終わりましょう。でまたまたね有名な問題でございます。でこれは直線 L がありますと。で AB ね。AB が2つあってこの2つを通る円を書いてほしいの。円。だからこの2つを通る円だったらされてこういうのもあるしまあこういうのもあるしまああるはいろいろねいろんなパターンが出てくるんだけどその中で中心が中心が L の上になきゃいけないんです。 この円の中心の作図っていうのはすごくよく出てくるところで円の中心の作図を書けって言われたら何をするかっても覚えておきましょう円の中心の作図を言われたらみんなが、えっと、使える技は3つですね作図はそのうちの垂直二等分線を使えばいいんだというのを覚えておきましょう垂直二等分線です で、どこの垂直二等分線かっていうと今 AB 通れって言われたじゃんだからここの AB をまず定規で黒はまずいな青にしとこうか定規でピーッとこう引きますちょっとずれましたごめんなさいでこの AB の垂直二等分線ですつまりコンパスちょっと広めにね広げてもらって A に刺しますと刺しますで刺したまんまシュッてカーブをさせるとまあこんな感じかな で、同じ幅ね。幅を変えずに、こっちにも刺します。B に。で、シュッと。やると、2個交点ができるんで、それを。あー、もう、曲がった。ごめん。やると、垂直二等分線、ちょっと曲がってるでとなります。これが垂直二等分線の,等分線の書き方ね。そうすると、この、今書いた垂直二等分線のこの上には、必ず中心があります。 なぜなら、AB っていうものを2等分、半分に分けてる線の集まりなんです。つまり、ちょっとね、ごちゃごちゃしちゃうけど、ここにいても、A から結んだここと B からここんだ、結んだここの長さは同じです。全部同じなの。だから、半径と半径になるから、こいつが中心になりうるんです。だから、円の中心の集まりなんです。この直線。全部。じゃあ、その円の直線の集まりのうち、 L の上に乗ってるところが答えなわけよ。じゃあ、交点のこの部分に置けば、中心もあるし、L の上にも乗ってるしって満たせるよね。で、中心 P をかけって言ってるから、P って書けば、これで丸がもらえます。もし、中心 P を書いて円を作図しなさいってなってたら、P ね、中心分かってるから、P に指して A か B、どっちか。 こうコンパスね合わせて測ってくるって回せば絶対 B も通るからこうやってきれいに通る円が描けるからこういう感じでやってもらえたらと思います。いいいかなはい、ということでえ今回はね高校受験対策の獅子の67段やらせていただきました。 まあ少しね、難しい、計算の基礎的な問題結構カットしてる分、何だろう、ボリュームがあるというか、難しい問題もあったかもしれないんですが、ぜひぜひ復習していただいて、自分の力でね、類似問題とか似た問題でも対応できるように、復習してもらえたら嬉しいです。では、今回の授業はね、この辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。今回、えっと、エンドがおかしい。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。